どうも、南浩一です。このチャンネルではサッカー関連のですね、情報をいろいろお伝えしています。J3 リーグもですね、もう終了してオフシーズンになりました。今日はですね、ロアッソ熊本の選手のですね、来シーズンに向けての移籍の動向をお伝えしていきたいと思います。まずですね、最初に飛び込んできたのが、中原光選手のですね、モンテディオ山形への完全移籍というニュースが飛び込んできました。これはですね、とてもロアッソ熊本にとっては痛い厳しい移籍になりましたけども、中原選手自身にとってはですね、 J2 のチームに行くわけですから、ランクアップ、自分のキャリアアップのね、一歩ということですね。私も祝福の言葉を送りたいと思います。ぜひですね、中原選手にはですね、山形で活躍をして、今後熊本を代表する、そしてルーテル学院中学校高校のですね、出身の選手たちの目標となるようなですね、 J リーガー、そしてひいてはヨーロッパなどですね、そういったところでも活躍できるような選手に、ぜひ成長してほしいと願っています。彼はですね、山鹿の出身でですね、山鹿 FC ジュニアからルーテル学院中に進学して、そこからルーテルでサッカーをやり、6年間中高ルーテル、そして駒澤大学を経てロアッソで2年間プレーしてくれました。実は彼のお父さんがですね、私昔からの知り合いで、私の一つ先輩なんですけども、高校時代からね、よく知ってまして、高校の国体や社会人の国体の時にですね、一緒にプレーさせてもらったり、九州リーグで対戦相手として対戦したりですね、そういったお父様でした。ぜひですね、熊本県出身の J リーガーとして、これからもぜひ中原選手飛躍をしてください。頑張ってください。あとですね、嬉しい情報もたくさんあります。まず、12月25日に2名契約更改が、プレスリリースされました。1人は菅田選手はですね、福岡大学を卒業して、今シーズン後半はセンターバックのレギュラーに定着しました。なんと入籍も同時に発表されています。おめでとうございます。あと浅川選手、彼はですね、本当、オンザピッチ、試合の中での活躍も素晴らしいです。彼のですね、1試合あたりの得点率といいますかね、まあ、すごい高いと思いますね。途中出場で10得点以上上げたわけですから、素晴らしい活躍でした。そしてもう一つ、浅川選手はですね、オフサピッチの活躍が素晴らしいですね。私も何回か参加させてもらいましたが、インスタライブや YouTube ライブでね、試合の振り返りを行ったり、子ども食堂をですね、展開したり、いろんな活動をですね、行ってくれてます。彼が来年熊本のユニフォームを着るということで、再びですね、これはとても嬉しい。そして、28日になって、全部で 1,2,3,4,5,6,7 名の選手の契約更新が、発表されました。まず、ミッドフィーダー川原選手、それから伊藤俊選手、竹本雄飛選手、そして小島慶達選手、田尻康晴選手、樋口かなお選手、内山圭選手ということですね。樋口かける選手ですね。以上7名の選手が契約を更新してくれました。ありがとうございます。川原選手はですね、大卒1年目ですね、もう完全にレギュラーに定着しましたね。運動量豊富なアンカー、来シーズンもね、今シーズン同様フル出場を目指してほしいと思います。そして伊藤選手、彼のね、契約更新は嬉しいです。本当に貴重なベテランで、途中からジョーカーとしてですね、出てきてゲームの流れを作ってくれました。来シーズンもよろしくお願いします。竹本雄飛選手、今シーズンは3試合のみの出場となりましたけども、J リーグはですね、来シーズンはもっともっと飛躍してくれると思います。そして小島、田尻、樋口の3選手、この中では樋口選手がですね、 J リーグ15試合出場ということで、ちょっとね、頭一つ抜けた感じがありますが、小島慶達選手と田尻選手は今シーズンね、 J リーグの出場はゼロでした。来シーズンこそですね、試合出場の切符を掴んでほしいと思います。そして最後、ゴールキーパー内山圭選手、今シーズン J3 リーグ34試合出場ということで、もう完全な不動のですね、守護神となりました。彼はですね、本当ですね、キックの精度素晴らしいですし、まだ人間性も素晴らしいです。おととしまではですね、一緒に子どもたちの指導もたくさん、ゴールキーパーの指導させてもらいました。来シーズンはですね、さらに失点が減るように、まずゴールキーパーの仕事の第一番、ゴールを守るということをですね、さらに伸ばして、さらなる飛躍を期待しています。ということで、現状をお知らせしていきました。これからもですね、ロアッソ周りの情報を中心に、情報を更新していきます。またこのチャンネルでお会いしましょう。またね。